皆さんこんばんは、ゆうこのメイドのみやげです。本日は公式グッズショップ全24店舗紹介第2弾でございます。前回の続きの鬼滅の刃から紹介していきたいと思います。ちなみに時計回りに回っておりまして、本日はハリーポッターまでの紹介となりますので、ぜひ最後まで見てください。はい、ということでユニバーサルスタジオストアも、ターミネーター横のこちらの鬼滅ストアも昼頃には、ちょっと今日ごめんなさい、朝一の状況わからないんですが、昼頃にはフリー入場になってます。はい、初めてです ね、 俺らね初めて見ました、うん、行きましょうか。ちょっとねお目当ての商品があるんです。レッツゴー。お母さんはヤニ、はい、これこれ通過おヤニに行かれヤニ柱やからメダリオンケース。これね、ちょっと待ってな。かわいい。3、4、12枚しか入らないんで、秘密集める用かな。12枚。さ、前あれ、あれあそこにもあるか。藤の花食堂にもあるか。あ、そうやね。え、これ同じ柄じゃない？同じ柄じゃない。え、あの向こうはね、胡蝶さんとか理由さんとかがいる。ユニコータン？あれ遅いね。あのね、よく聞かれて、俺らのないと思ってたんですけど、まさかのスパイダーマンのストアにございました。こちらでございます。ベレー帽もあるじゃん。今のお母さんとお揃いの帽子です。ありました、よかった。これはほんま可愛い、可愛いよね。これはタックとお揃いです。ちなみに、これ3200円になります。めっちゃ惜しいやん、めっちゃ惜しいやん。これはあのおいでやすこがコラボ。どういうこと？おいでやすこがコラボ。ごめん、カットで。また多分分かれへんもん、そういうの。こんなショットグラスもあんねんな。あ、ほんまや。こんなん、はい、こちら、チルドレンの方、皆様あのご存知かと思うんですが、ジェットストリームの5色ボールペンですね。2500円になります。こちらね、僕はあの毎日使ってるんですが、やっぱりジェットストリームなだけあってね、めちゃめちゃいいです。ほんまにいい。おすすめ。まあ2500円やからな。ミニオンビームスコラボ3900円。一回紹介したことは
はあるんですけど、まだあります。12プロ。これ嘘つけないんじゃない？これあれ防水加工されてる。わからんか。お子様向けもたまにはいいんじゃないですか。5200円でございます。5-2のやつら。これな、子供がね、背負ってたらマジ可愛いんよ。あ、わかる、ね、お子様用です。大人もいいですけどね。ここに席を考えてとか。あ、いいじゃん、シルバー、かわいい。素敵じゃない？素敵。素敵女子。でもこうなったら目立たないっていう。あ、逆に黒、逆黒なんや。かわいい。これはね、シルよ。900円。ということは630円。リップやったのね。No。買おうかな。この缶バッジかわいい。かわいいね、めっちゃ。いいやろ？抜けて。あかん？いい、かわいい。いや、結構悩んでるなと思って。まだペプさんにやることに。楽しそうで何より。あ、運んでってる。あなたもいらっしゃいませ。めっちゃ似合ってる。結構胸元も空いていい。そうやね。これ、え、あれやんな。うん、これの丈ってことはズボンもパンツも履かんでいいよ。ちょっと風吹いたらもうあれやね、降る。いいんじゃん。いいみたい。800円ですね。スパイダーマンバージョンもあったもんね、うん、これお酒好きにはたまらない。かわいい。一通りなんか集めたいね。800円やしな、集めれるよ。何見てるの？かわいい、めっちゃかわいい。
買おうか。1600円、結構する。めちゃめちゃ高いやん。パスで。これめっちゃタクに似合いそうだね。あ、似合いそうだね。じゃあこの多分こう絞り嫌がるんやこれ。あ、絞り嫌な、うん、裏返したらこのショッピングバッグみたいにあのここに収納できるみたいです。持ち運び便あれやね、ペッてできるみたいな、できるやつや、うん、でこれね防水機能にもなってるんで、これのつけたままジュラッパ乗ってカッパ代わりにもできるっちゅうことみたいですね。あれやね、秋とかこれ着てインしてジュラシックパークもそのまま乗れるっていう。寒い日にジュラシックパーク乗られへんっていうね、悩みを解消してくれる一品。え、めっちゃいいじゃん。あ、これはさやかの超おすすめです。こっちよりこっちの方がおすすめなんよ、さやか的には。やっぱ大きいわ、こっちの方が。ほら、うまいね。サイカー買ったやつね。うん。これはね、でもデンジャー柄ついてるから。あ、デンジャー柄。うーっ、うーっ、うーっ。これね、ちょっと締め付けが強いので、何回もかぶって緩めましょう。かわいらしそう、これ。かわいらしそう。いちご。びっくりした。お母さん。靴下。メイドの土産。外観がめっちゃ面白いよね。めっちゃ履いて持てるよ。傘売ってんねや。グリフィンドールカラーやね。綺麗、かわいい。あ、いいんですか。え、かわいすぎる。え、いいね、サイズが。おー、びっくりした。知ってた？いや知らんかった。さっき食らったんよ。めっちゃびっくりした。ね。結構しかも強め。え、売ってんのこれ？これは売り物。へえ、知らんかった。詰め放題ね。これやったことないよね。ない。だからおすすめはできひんけど。じゃあ、ここに口開けて。あ、お客様って飛んでくるよ。3000円払う。3000円で足りますかい。で、詰め放題ですよね。無限やろ。
な分かるかもやけど、この色合いさがめっちゃ好きやね。可愛いな。カラフル。でまこなの？うん、なんかペンケースかな。化粧のさ筆とか筆入りに良さそうやなと思って今。わかる。持ってないけどおすすめ。ちょっと開けにくい。あ本当？柔らかいから。めっちゃ可愛くない？これほんまにカラフルビーンズが、うん、ちょっとチャックがないのが惜しいけど可愛いんや。全然普段使いできるの。できるできるできる、めっちゃ可愛い。あ、見てタオル可愛い。え、これ皇帝？皇太郎か。私たちも会ったこともないマーチャンと休暇を過ごすことにしたんですって。なんて親孝行なの。もうあなたにはプレゼントはなしよ。こんなんあったっけ。分からん。やっぱりハリーポッターってやっぱグリフィンドールやけど、ハッフルパフが一番可愛いね。これ黄色じゃないよね。でも何色。ちょっと待って、お値段見えてしまいました。18でございます。え？あ、これちょっと黄色やわ。あ、違った、めっちゃベージュ。え、なんでこんな高いんやろ。え、めちゃめちゃ高いけどめちゃめちゃ可愛いやん。あ、ウール 100% ということ、ね、あ、ウール、さすがおるやね。ちょっとたまげたな。おたまげ。これ可愛い服見つけたんですけど。あ、寝てる寝てる。だいぶ思想濃度ですね。かわいい。なにこれ。え、コーデュロイじゃん、めっちゃほら。え、かわいい、めちゃめちゃかわいいやけど。かなりハイセンスやな、これな。ハイセンス。79です。え、意外。え、これグリフィンドールしかないんかな。これ79で、あれ18。わからん。まあ、どっちもいいけどね。え、めっちゃかわいいじゃん、これ。ほんまにかわいい。こちら。何これ。謎すぎるアイテムを発見しました。さあ、これは何でしょうか。クルーさんに聞いてみましょう。皆さんもお考えください。
はい、はい、こちらですね、正解は簡易顕微鏡だそうです。いやー、ここね、指紋とかをこうやって見る、でこれね、光をこう調整するみたいな役割があるみたいですね。すごいな。あのね、魔法界のクルーさんやばすぎ、うーよとるわすげえ。ありがとうございます。ここで豆知識、今聞いたこと知ってたかのように喋っていいですか？ですね、魔法界には電気という概念がないらしくて、このね、ランプ見てください、あちらを。火らしいです。なので天井にすすがついてるというね。素晴らしいですね。すごいね、はい、こだわりがやばい。すげえわ。たくさんね、あの杖があるわけなんですが、これもね、あの今クルーさんにお伺いさせていただきました。人気順1位がもちろんね、ハリーポッター、2位がダンブルドアで、3位が私ハーマイオニーよ。全然思んないな、びっくりした自分で。はい、ということで、手がちょっと引いたこんなに長いこと付き合ってるのに引くぐらい思んなかったんで、まあカットはしてくれなさそうなんでね、サイはハーマイオニーということで、はい、見てください、この階段もね、しっかり世界観やばい。まあ、これも個人的な意見なんですけど、魔法界で勤めてらっしゃるクルーさんはかなり博識な方がね、ハリーポッターマニアの方がめちゃめちゃ多い印象なので、そういう部分でね、ハリーポッターファンの人は会話するのはすごく楽しいかと思います。もう何でも聞いたね、何でも教えてくれます、マジで、うん、今日も何個か勉強になりました、感動マジで。水近くない今日あれマスター傘大丈夫、ユニバ沈むじゃん、すっごい水近い、こんな近い、気のせい。あ、落ち着くわ、今日も元気な。別日です。ちょっと取り忘れてた。めっちゃ可愛いね、これ。可愛い。後ろはないですね。あ、いい。好きよ、後ろないの。で、サンキュー。これほんまに可愛いね。可愛い、めっちゃ可愛い。買おうかな、マジで。あとね。あとこれちゃうか。そうなんや。これ迷ってるもんね。あれ3級やったら、これ7級やろ。7級やから、これかな。これめっちゃ可愛いよな。あとね、もう一個可愛いのあるんです。上品じゃない？めっちゃ。めっちゃ可愛い。ね、でもその季節じゃないよ。あのね、あ、これ5級ですね。季節は関係ない。着たいかどうか。それだけ。忍びのチーズでございます。はい、これさっき店員さんに聞いたんやけど、熱いお湯とか注ぐと足跡が浮かんでくるそうです。あ、お揃い、これやね、例の煉獄さんで、私の日輪刀ですねThank you.
最後までご視聴いただきありがとうございます。第3弾はですね、ワンダーランドのスヌーピースタジオから、最後の、ね、店舗まで紹介させていただきまして、その後購入品紹介もさせていただきますので、またチャンネル登録とグッドボタンを押していただきまして、次回の動画もですねお楽しみにお待ちいただければと思います。せーの、バイバーイ。小顔効果。